うまっ。ベールの中にゴルゴンゾーラチーズが入っている感じですね。ちょっとスパイスも効かせてて、これめちゃくちゃ美味しい。いただきます。スープの出汁の素みたいな、そういう固形のね、そのブイヨン使ってもいいんですけど、あえて塩味が効いたキッパーを出汁に作ってみました。ポイントはちょっとやっぱ旨味が強い、やっぱ塩気もあるチーズを入れたことによってちょっとね、マイルドになりますから。これまた数時間ちょっと寝かせると、また落ち着いた味になるんですよね。このなんていうんですか、ミニキャベツ、あんまり日本ではあんま食べなかったんですけどね。しっかり火が通ってる。それではキッパーをいただきます。シンプルにバターでソテーしたキッパーです。これは美味しい。もう塩とか味付けあんまりしなくていいんですよ。もう塩気がすごい効いてるんで、もう塩で干されてるんですよね。
かつやっぱり日本にないのはこの燻製、すごいいぶしててスモーキーな味がしてたまらんですね。これがイギリス伝統料理の一つ、キッパーです。キッパーね、